こんにちは。不登校コンサルタントの広田と申します。本日はですね、不登校コンサルタントチャンネル初回の動画をご覧いただきましてどうもありがとうございます。はい、今日の動画で話すテーマなんですがこちらになります。チャンネルの目的について、今日はですねこの動画を通じてお話しさせていただきたいと思います。はい、ではですね、チャンネルの目的なんですが、どういった目的でやるのかというと、不登校でお困りの方に、不登校との上手な付き合い方を知ってもらい、悩みを解決することを、このチャンネルの目的というふうに、しています。こういうような形でですね、現在不登校で、自信がなくなってしまっているという、お子様だったりだとか、そういったお子様をですねお持ちの保護者の方にですね、僕の経験なり考え方をですね知ってもらうことで、少しでも安心していただいて、上手に不登校と付き合っていただきたいというような気持ちでこちらの動画をですね、配信させていただいています。どういうことだってばよというような形で思われている方いらっしゃると思います。なのでご説明したいと思います。まずはですね、僕の考える不登校の課題とは何かについてお話ししたいと思います。不登校の課題っていうのはまず単純に不登校にお子様がなります。でこの不登校になるっていうのも、定義がありまして、文部科学省が定める定義によりますと、年間で30日以上、病気や、経済的理由を除いた、欠席がある場合というような形になるので、病気や怪我以外で、年間30日以上休めばまず不登校というような形になります。で不登校になるとどういうことが起きるかというと、結構僕自身も不登校だったので、わかるんですが、周りから否定されてしまうという、ことが起きてしまいます。ご親戚がいらっしゃる方でしたら、ご親戚の方から、誰々くん誰々ちゃんを学校に行かせないなんて、何を考えてるんだっていうような形で、保護者の方が、責められてしまったりだとか、その責められてるところをですね目撃してしまったりだとかすると、あ、自分のせいで、お母さんやお父さんが、責められてしまっている、自分はなんて、いけないことをしてしまっているんだ、自分はなんてダメな人間なんだっていうような形で思ってしまったりだとか、あとは学校からですね頻繁に電話がかかってきて、次はいつ来るのとか、次は、明日来てねとか、みんなクラスのみんな待ってるよっていうような形で、電話が来てしまうと、すごい学校の先生から言われていることが、まともにできない、学校に通うことができないなんて、なんて自分はダメな人間なんだっていうふうに、僕自身はですね結構思っていました。でそれがですね起きるとどういうことになるかというと、自分に自信がなくなってしまうんですよね。やっぱり周りから、自分なり保護者なりが否定されているところをですね直接的にしろ間接的にしろ、そういうようなことを知ってしまうと、自分にやっぱり自信が持てなくなってきてしまうんですよ。僕の場合は特にそれが顕著で、やっぱり周りから、否定されているところをですね、知ってしまうと、自分自身にやっぱり価値がない人間なんだというふうに思ってしまって、そこからですねやっぱり、自己肯定感がどんどん下がってしまったっていうような経験があります。でこれがですね起きるとどういうことになるかというと、新たな挑戦ができなくなってしまうんですよ。反骨精神みたいな感じで、周りから否定されてれば否定されてるほど、よっしゃ頑張るぞっていうような方って本当にごくごく、一握りの子しかいなくて、ほとんどの子がですねやっぱり周りから、悪い言葉を、浴びせかけられ続けると、自己肯定感がですね下がってしまって、あ、自分は何をやってもダメな人間なんだっていうような形で、新たな挑戦ができなくなってしまうっていうような、形になってしまいます。でそれが起きるとですねどういうことになるかというと、成功体験が積めなくなってしまうんですよ。どういうことかというと、何かしら
いい言葉を、かけ続けてもらった結果、自分自身にある程度の自信を持つことができ、何かしら行動が起こせたとしたら、それの結果がですね、失敗にしろ成功にしろ、結果が出るっていうことは、失敗体験だった場合、次の対策が打てるようになるんですよ。で、次の対策が打てるようになるとどういうことになるかというと、次のですね、成功につながりやすくなるっていうようなことになって、何かしらの行動さえすれば、何かしらの結果を得ることができ、何かしらの結果を得ることができれば、次のですね、より成功につながることができるっていうような流れを作ることができるんですが、最初から自信がなくなってしまうと、その何かのその取っかかりの部分でさえもなくなってしまうっていうようなことが言えると思います。で、それによってどういうことになるかというと、家から出られないというようなことになってしまいます。で、このサイクルがついて、こうなってしまうと、次はですね、家から出られないことで、例えばご近所の方に誰々君がですね、1ヶ月外に出てないみたいな感じで、噂を立てられたりだとか、もしくは学校の先生から、その家に引きこもってるなんて、良くないぞっていうようなことを言われると、あ、自分は何もできてなくて家の中に引きこもってるけど、家の中に引きこもってる状態ですらもダメなんだ、あ、やっぱり自分は何もやってもダメなんだ、あ、でも何かしようと思っても結局自分には何もできないから家の中に閉じこもるしかない、あ、どうしようどうしようっていう悪循環につながってしまうんですよ。で、僕がですね、この動画を通して何をしたいかというと、このですね、自信がなくなる前に動画を通してリフレーミング、つまり不登校って実はそんなに悪いものだけじゃないんじゃないかだとか、不登校と上手に付き合いさえすれば将来の社会的なですね、自立につながることができるんじゃないかっていうことを知っていただくことで、不登校とですね、にそこまで否定的な考え方をですね、持たずに過ごしていただきたいなというふうに思っています。でですね、いい循環を起こすために、不登校との上手な付き合い方を、まずは知っていただいて、ここのですね、自分自身を、受け入れるっていうようなことを、まずはですね、知っていただきたいなというふうに思っています。で、自分自身を受け入れるとどういうことになるかというと、新たな挑戦ができるようになります。やっぱりそのお前はダメだとか、そういうようなことは直接言われなくても、何かをお願いされて、それに応えられない自分の存在っていうのがずっとあり続けると自己肯定感ってどんどん下がっていくんですけど、まずは自分のことを受け入れたり、もしくは身近な、他者である、家族がですね、自分自身の置かれている状態を受け入れてくれてることによって、自分の存在って別にそこまで卑下するものじゃないか、卑下するべき対象ではないんじゃないかっていうことを知ってもらうことで、新たな挑戦を促していきたいなというふうに思っています。で、新たな挑戦をすることによって、何かしらの結果が出る、何かしらの結果が出るっていうことは、それがですね、失敗体験だった場合は、次の成功につながるための、試行錯誤をすればいい。で、成功体験だった場合は、それを、糧に次の挑戦につなげていけばいいっていうような形で、成功体験をどんどん積んでもらいたいというふうに思っています。で、それをすることによって、自信を育み、能動的に外に、出ていくっていうような、ことを、してもらいたいというふうに思っています。これはですね、まさに、悪循環から、いい循環へ、この動画を通して、促していければなというふうに思っています。では、まとめていきます。大事なことなので2回言いたいと思います。このチャンネルの目的は、不登校でお困りの方に、不登校との上手な付き合い方を知ってもらい、悩みを解決することです、というような形で、本日の動画終わりにしたいと思います。はい、次回話す動画なんですが、次回はですね、私不登校コンサルタントひろたのですね、自己紹介をですね、させていただければなというふうに思っています。それではご清聴ありがとうございました。じゃあね。